ケプラー78ビットとは、地球から見て、白鳥座の方向に400光年彼方にある、太陽よりやや小ぶりな光星、ケプラー78を公転している、太陽系外惑星である。地球と同等サイズの岩石惑星とされており、このような種類の惑星が発見されたのは、初めてのことである。ケプラー78ビットは、半径が地球の約1.2倍。 すなわち体積は地球の約1.7倍となる。その後、アメリカとスイスの観測チームがそれぞれ別の望遠鏡による分光観測によって、主星のケプラー78がケプラー78ビットの重力でわずかに振動する様子を調べたところ、ケプラー78ビットは質量が地球の約1.7倍であることが判明した。体積と質量の値が ほぼ一致するということは、蘇生が木星や土星のようなガスでできたガス惑星ではなく、地球のような岩石や鉄でできた岩石惑星であることが初めて証明された。これほど地球に蘇生が似た太陽系外惑星はケプラー78ビットが初めてである。その後の観測で質量は地球の1.86倍、半径は1.173倍で、 最終的な体積は地球の1.614倍になった。しかしケプラー78からわずか 0.0089au の距離をわずか8.5時間で好転しているため表面温度は1500から3000系にもなるとされている。ケプラー78からの調積力を受け内部に膨大な熱が発生し表面は溶岩に覆われた灼熱の環境になっているとされている。 2016年に岩石惑星と思われる7つの太陽系外惑星の内部構造についての研究結果が発表された。対象となったのは、ケプラー10ビット、ケプラー36ビット、ケプラー78ビット、ケプラー93ビット、コーロマイナス 7B、HD219134B、グリーゼ1132ビットの7つである。 これらの太陽系外惑星はすべて地球の2倍から5倍ほどの質量と1.1倍から1.6倍ほどの半径を持つ。ハーバードスミソニアン天体物理学センターの研究チームはこれらの太陽系外惑星にプレムという地球や火星などの岩石惑星に見られる核、マントル、地殻という見重構造のモデルが当てはまるかを調査した。 その結果、7つの太陽系外惑星すべてが中心部に鉄などで構成された核を持っており、その外側にマントルと地殻の層が存在する構造になっていることが判明した。ケプラー78ビットは、ケプラー宇宙望遠鏡が発見した惑星の中では、数少ない恋カタログに登録されていない惑星である。 キックカタログでの名称はキック8435,766ビットとなる。ニマスでの名称はニマス J19345,800 プラス4426,539ビートなる。岩石惑星と思われる太陽系外惑星はケプラー78ビットの発見以前にもケプラー10ビットやケプラー 20E、ケプラー36ビットなど いくつか発見されている。しかし、いずれも表面温度が高く生命が生息していけるような環境ではない。体積は半径の3乗による自己計算。ありがとうございます。